すいません。あ、はい、いらっしゃいませ。椅子探してるんですけど。あ、椅子ですか？うん。どんな感じのやつ探されてます？歌いたいんですよ、それに座って。歌いたい、うん、そうなんですか。で、ちょっとかっこいいやつがいいかなって。あー、そうですね。あ、じゃあこういうのはどうですかね。絵があります。はい、この椅子なんですけど、こちらベロア調の椅子になってまして、レトロでいい椅子になるんです。一回座ってみたらどうですか。なんかね、こう、フォルムとして、はい、もうちょっと丸みがあるようなやつかね。なんかええかなと思うんですけどね。ちょっと、あ、じゃあ、あちらにいいやつがあるんで。こういうのはどうですか。ちょっと意外と見ない形ですね。ああ、そうやね。ちょっと丸まってていいと思うんですけど。お前、さっきより全然丸みがあって面白いね。使ってみますね。結構柔らかいね。柔らかいですね。もしかしたら、はい、背もたれいらんかもしれない。背もたれいらないんですか。そうですね。あ、じゃあちょっと開けてください。やったらこんなんどうですか。あ、これ面白いね、それ。これ実を言うとかっこいい椅子になってるんですよ。うん、あ、これ椅子なの。あ、椅子なんですよ。で、椅子以外にもこんな中収納もできますんで、いろんなもの入れることができる。へそくりも入れられちゃいますよ。一回どうですか。ちょっと、あ、これも若干クッション入ってんやね。いいですよ。はい。だからこれまあ、ええな。あ、これもちょっと、やっぱりいいですかね。うん。この感じすごくいいんやけど、はい、もうちょっと高さが。あ、高さ。あ、ちょっと高い方が良かったです。じゃあちょっと待っててください。やっぱもうこれぐらいしか残ってないですね。それ。え、これですか。こんな感じのやつを探して。これやったんですか。いや、これはこうやって高さとか調整できる。調整できるんですよ。こうやって回してもらったら上げることもできますし、下げることもできるんですよ。いいな、もう思ってたんと、ほんまバッチリやわ。あ、これやったんですか。うん、ちょっと座ってみて。はい、大丈夫ですよ。あ、バッチリいい感じですか。うん、この感じええわ。うん、僕の今から歌う歌にちょうどいい。今から何を歌われるんですか。カバーになるんですけど、ああ、エイトさんの香水っていう歌を。香水ですか。そうなんです。香水を歌います。
愛くなったね。口先でしか言えないよ。どうしたの？いきなりさ、タバコなんか加えだして。悲しくないよ、悲しくないよ。君が変わっただけだから。でも見てよ、今の僕を。空っぽの僕を。人に嘘ついて軽蔑されて涙一つも出なくてさ、別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチェ&ガバナのその香水のせいだよ。別に君をまた好きになることなんてありないけど君のドルチェ&ガッパーナの香水が思い出させる。